ただいま北朝鮮による拉致被害者祝賀会署名活動を行っております。大変お騒がせして申し訳ございませんが、どうか皆様ご協力よろしくお願いいたします。皆様のお力が必要です。どうかよろしくお願いいたします。ご中の皆様、お騒がせしております。ただいま北朝鮮による拉致被害者救う会全国協議会が内閣府に提出いたします。拉致被害者奪還のお願いの署名を集める活動をしております。ぜひともですね、お忙しいでしょうけれども、署名のご協力何卒よろしくお願いいたします。安倍総理の急死によって家族会や救う会の方々が非常に気落ちをされておると聞いております。トランプ大統領家族の方に会わせたりと、安倍総理は生前北朝鮮による拉致被害者奪還のために非常に尽力されておりました。その安倍総理が突然お亡くなりになって、家族会や救う会の皆様は非常に気落ちされております。このまま我々が北朝鮮による拉致被害者のことを忘れてしまったり諦めてしまったりするのが北朝鮮にとって一番都合のいいことであります。そうはいきませんよね皆様ね。北朝鮮による拉致被害者奪還の機運が安倍総理がお亡くなりになったことで非常にスピードダウンしているこの最中、北朝鮮による拉致被害者を忘れていないぞ、絶対助けるぞと我々が意思を示すことが何より大事かと考えております。ただいま北朝鮮による拉致被害者救う会全国協議会の署名を集める活動をいたしております。ご通行中の皆様、よろしくよろしくご協力ください。お願いいたします。